あ、ごめんなさい。
疲れました。はい、疲れました。ああ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 、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 はい、こんにちは。こんにちは。はい、ということで待望の待望ですね、本当に岡田くんと、今日はコラボというか、まあ、試合がね、そう、3月21日に、はい、タイトルマッチ決まってるんで、ちょっとそこら辺を今日は聞いていきたいなと思って、はい、お呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。オギチャンネル見てくれてますか？もちろんです。ありがとうございます。なんかありがとうございます。怒ってますっていうのは最近に思った昨日のやつ最新じゃないですか。ネタが何に思ってるネタがなくて絞り出して出た答えがあれでした。さっき5分5ラウンド、対マンで、まあ試合前最後かな。そうですね、うん、はい、やらせていただいて、ありがとうございます。本当めちゃくちゃ仕上がってました。すごく試合期待できますね。ありがとうございます。あ、いや強いです。なかなか練習で1本取られることないんですけど、やっぱ岡田君には取られますね。そういう感じで期待したいなと思います。ということで調子は、調子はそうですね、あのお湯さん的に言うと普通です。僕うちの道場では、はい、あの絶好調って言うと大体負けるんで、 いつでも普通っていうのは、そう、普通で言っとけば勝つんで、普通です。あれ前回の試合から、10ヶ月、そうですね、6月だったんで9ヶ月か、9ヶ月ぶりぐらいか、ちょっと空いたね。そうですね、はい、結構連戦が続いたのか。そうですね、元谷戦、大塚戦で連戦だったんで、うん、ちょうど1年ぶりだ、防衛戦は。そうです、もう防衛金ギリギリ、はい、大塚戦、そして安藤戦か。そうですね。どうですか、安藤達也は1回やってるんですね。そうなんですよ、はい。で、引き分けか、あれはドローでした。そうですね、はい、そこからの再戦ということで。そうですね、タイトルマッチというか、はい、安藤選手のあれはイメージというか印象は、はい、安藤君はずっとでもトライブで練習仲間だった時期もあったし、一時期その伊庭さんのところにも一緒に行ってた時期もかぶったりして、そうだ、結構まあ一緒に練習してた時期も実はあって、で年も1個しか違わないので、同世代のまあ2回目だし、まあ、ライバルなんですかね、前回同だったし、ライバルのような印象を持ってますね。いいですね、自分自身の仕上がり、はい、まあ、9ヶ月ぶりじゃん。そうですね。どうですか、開けてよかったなっていう感じで、ね、それは、うん、前回の、大塚戦からの元谷戦がちょっと短くて、うん、スパンがすげえきつくて、そっか、はい、で中1ヶ月で仕上げてたんですよ。あ、そうだ。でもう体も内臓も心もすごいすり減っちゃって、すっごいしんどかったんで。そうだ、だいぶこう、なんだろうな、相手、回復したというか、うん、はあ、岡田君、めちゃくちゃあの水抜きでね、で毎回死んでるんで、そうなんです、マジで、本当、そばで見てて、命削ってるなというか、見て取れるぐらいの過酷な水抜きなんで、いやいやいや、それを中1ヶ月半のはちょっときつかったね。いや、だいぶきつかったっすね。いや、確かに。ずっとだるいって言ってたもんね。だるかった。だるくなんないですか？なる。なりますよね。めっちゃなる。去年1年間やばかった。ウイゴさんもトーナメントが、うん、いや、しんどいだろうなと思って。まあ、きついですね。まあ、俺はそんなに バンタムはきつくないからあれだけど、岡田君はもう、やばいもんね、ミスの時。でも、ウイゴさん、フライの時きつかったんだよ。フライは死んでた。フライは死んでたね。ずっと水抜き嫌だなってずっと言ってましたもんね。年2試合が限界ですね。いや、自分もそうっすね。もう本当に年2試合が限界っすよ。うん、だいぶ寿命縮めてます。いや、確かに今日の日アメリカ修行も行ってる、うん、そうなんですよ、うん、めっちゃ気になります。お湯さんに紹介していただいて、はい、1月からか。そうです、1月から行ってきました。年明けてラスベガスのクートアジム、はい、どうでしたか。ずっとお湯さんがラスベガスいいよって、うん、もう何年前から行ってて、1回は行った方がいいよって、うん、いいのがずっと残ってたんで、また ATT にお世話になろうかなってちょっと思ったんですけど、でもやっぱそのラスベガス
すごい興味あって、うん、行ってよかったっすね。すっごいよかったっすね。すっごいよかったっす。格闘家なら、総合格闘家なら絶対にラスベガス行った方がいいです。一度、本当に上目指すんであれば、ラスベガスの雰囲気というか、あの太陽と、そうそうそう、なんかもう朝起きたらやるぞ、そうそうそう、そうそう、なんか元気になるんですよね。あれ本当不思議だよ。不思議です。なんか広場の具合も、うん、なんかわかんないです。こんなにすげえきつい練習してるんですけど、うん、なんか回復してるような気がしたりするんです。なんなんですかね。そうか。なんか毎日晴れてるし。はい。なぜか早起きできるんですよ。そうなんですよ。なんか、ね、6時ぐらいに目覚めて。めっちゃ早起き。夜もすぐ寝れて。あれ不思議ですね、ラスベガス。だからどんどんなんか体のリズムが良くなってきて、体調良くなってきて。そうですね、体調良くなって。すごい強くなってる感じは、うん、そうありますよね。めちゃくちゃあります。良かったですねって紹介していただいて。練習の環境的にはどうだった？練習の環境もすごい良かったですね。まあ、周りは。まあ、強い選手いるし、うん、あのコーチたちもすごい親身に、うん、デゲコなんでどうなのかなと思ったんですけど、やっぱ大井さんの紹介だから、うん、ヒロのあれだと思って、そのエディコーチすごい丁寧に親切にしてくれて、うん、めちゃめちゃ勉強になりましたね。日本と、まあ、やってみて、まあ、ATT でも一度やってるけど、はい、日本と違うところっていうのは、はい、どういうところが違ったの？なんだろうな、技術をやっぱり結構重きを置いてるような気がしましたね。なんかこうスパーリングは少ないですね、やっぱ日本と比べると。技術っていうのはあれだよね、技を決めてコーチ、あ、そうそう、それを反復するってことだよね。そうですね、はい、もう今日はあのこれ、この技術、この技術、この技術をみんなに伝えるからってコーチがみんなに技術をディティール深く教えて、それをひたすら反復してみたいな練習が多いですよね。すごいです、まあ、例えば簡単に言うとパンチを打ってこっちに避けるっていうのをコーチが今日はこれやる、はい、でそれをはい、じゃあみんなでワンツースリーみたいな感じでやってそうでバンバンみたいなのを5分とかもうひたすらやって、でそれもね軽くなんか適当にやるんじゃなくて、うん、距離とかも試合のつもりでやって全力でやるんで、あの顔には打たないですよ。手のひらに打ったりして、でもどんどんコンディションも高まる、はっていう感じだよね。そうそうそう、うん、それすごい良くて、だから日本帰ってきても実は今僕週2回しかスパーしてない、試合前、月曜レートやって金曜ロイゴさんとやるっていうのを知ってみたんですよ。で他の日はその習ってた、そうです、まあ、ミットやったり、うん、向こうで習った技術をひたすら反復したり、すごいっていうのをやってるんですけど、ロイゴさん今どんな感じですか、スパーは？俺はね、スパーは週3です。あ、週3、はい、月、木、金かってやってます。あ、他の日はでもあの一緒にやれる人がなかなかいないから、反復を一人でサンドバッグとかシャドウとかで反復してやってます。で僕も週1回は1日一人でひたすら反復する日を作りました、帰ってきて。なんかこのコンディションを高めていくっていうのがすごく重要な気がしてきて、でそれをスパリングでやるとやっぱ疲弊しちゃうから、そうなんですよ、脳も疲弊するんで、できるだけスパーは減らしてって感じでやってます。若い時とだいぶ変わりましたよ、ね、変わる、めちゃくちゃ変わる。昔はもう毎日スパリングスパーをもう何何度何何度もやってみたいな練習してたんですけど、うん、そうだね。それでも疲れなかったし、はあ、25ラウンドとかやってました。いや、わかんないっすね。昔スパー2時間だったから、もう1回も休まずやったりして、それでも思ったからね、うん、だいぶ変わってきましたよね。変わってきた、うん、先週の内容も、それをまあやって感触というか、うん、試合もう近くじゃん、もうすぐじゃん、試合。そうですね、その、はい、メンタル不安になったりもなかった、全然今までと違う。そうですね、スパーリングを減らしたことへの不安はやりたくなるんですけど、うん、でも大丈夫、もうここまでやってきたら大丈夫だろうなっていうのは自分で自分に言い聞かせて、昔は多分不安になるからスパーやりたくなっちゃうんですけど、これ大丈夫かな。確かにそうだね、試合前だとどうしても頭で分かってるんだけどやっちゃうみたいなのがあったんですけど、こう練習頑張るよりもやっぱ試合でいいパフォーマンスを出すのが最優先かなと思って、休んじゃおうみたいな感じになってきました、ね、ようやくですけど。いや、そんな方が強くなるってこと。そうなんだね、気づくね。ようやく30過ぎてるんですけど。いや、もうやり続けて不安だからね、やっちゃうんだけど。まあそれは年取ってからだよね。
まあ、ほんとそうですね。若いうちはやっぱり、量や。徹底的にやった方がいい。だから若い選手は、なんか、なんだろうな、変にこう、真似しないというか。そうだね。ある程度スパーの量をこなす時期も大事ですよね。めちゃくちゃ大事、うん、最初はそれがめっちゃ大事だと思います。試合の話じゃなくなっちゃったけど、練習法みたいな練習法になっちゃったけど、前回安藤とやって、はい、どうだった、あのやってみた感じ。やってみた感じはでも本当イメージ通りだなっていう感じで、うん、まあ僕は反則したんで減点1取られて、でまあドローになっちゃったんですけど、そうだね、うん、終始一応はほぼほぼ自分がコントロールしてたなっていう印象はあったんで、うんね、まあもちろん強いしパンチ重いし反応も速くて、うん、あの元気のうちは本当怪物だなっていう印象だったんですけど、うん、パンチ重いっすか、やっぱりパンチ重いっすね、受けた感じ。はあ、やっぱみんなやられてるし、ね、そうなんですよ、一発でてますんで、うん、まあ、これ当たったら意識持ってかれちゃうっていう怖さはあります。映像で見とかで見るとなんか柔らかい感じで打つから、はあ、なんかそんなに重そうに見えないけど、うん、やっぱ当たるとやばいんだよ、手がでかいんだよ。あ、そうなんだ。あとレスリングもね、そうですね、めちゃくちゃ強いから。5分3ラウンドと5ラウンドって結構違うんですよね、戦い方が変わってくるんで。全然違いますね。全然違うんで、視野に入れてくれると別競技なんじゃないかなってぐらい。そんなっすか。違いますね、本当そうです。5ラウンドと3ラウンド、なんかだから見てるお客さんにはそういう風に見てほしいです、まあ、5分5ラウンドの方がよりその人間が出るというか、うん、そう、こう映画見てるようなイメージで俺は見てほしいです、ね、そう、どういう風にやってきたのかっていう、うん、そう、お互いの気持ちとか、そうそう、ここクリアして、はい、目標というか、目標ではないけど、はい、プラン、はい、今目の前の試合しか見えてないと思うけど、はい、ざっくりとしたこう、はい、こうなればいいな的なプランでもいいからなんかありますか、はい、うわー、それでも本当に今なくて、うん、モチベーションがもうとにかくあのベルトでしか今ないんですよね、うんうん、だからどうしたらいいですか。いや、それでいいんだよ。いいですか。いや、まずもう目の前のことをクリアして、うん、もうそこから考えれば、うん、そうですね、確かに、うん、そっちもきっと勝てると思うし、うん、ちなみにその岡田君が今巻いてるベルトはシュートバンタム級の青い字が書いた、ね、そうベルトなんですけど、それは最初に松根亮太さんが巻いてですね、うちの順で、その次僕が巻いて、そして岡田君が今巻いてるという。すごいっすよね。すごいですよね、本当に。あのベルトはうちのジムが大好きなんですよ。そうなんですよ。はい、あのベルトのためだったら、いや、すごいよ、はい、命削れますね、はい、命捧げてもいいと思えるんで。ベルトって本当に なんて言えばいいんだろうね、自分の分身というか、うん、ね、いやもうほんといまだにやっぱ見ると可愛くてしょうがなくて嬉しくて家にあるんですけど、特別なものですよ、本当に。特に一番最初に取ったベルトだから、うん、もう思い入れは強いと思うんで、私も思い入れ強いですから、あのベルトにはうちのジムにあるべきだと思うんで、うん、ぜひ取ってきてほしい、必ず守ります。まあ、それ取ってからか、今後は。そうですね、はい。まあ、俺的には1回ライジンで負けてるから、はい、元谷戦はね、まあ、本来の岡田亮じゃないと俺は思ってるんで、まあ、やっぱりライジンに初参戦した人って結構浮き足立つというか、うん、あの自分の本来の力を発揮できずに勝つにしろ負けるにしろ終わるっていう人が多いように俺は見てて思うから、しかも初っ端東京ダメだから、ね、確かにそうですね。だからぜひもう1回出てね、本当の強さを見せてほしいっていうのは俺はありますね。痛いです、後輩として、はい、ありがとうございます。まあ引退とか言ってますけどまだまだ見たいけどね。まだまだ見たいです、ね。まあ、でも命削ってますから、ね、頑張れなくなる時もあるんで、まあ、そこはね、無理にはやれとは言えないですけど、ぜひ頑張ってほしいなと思います。じゃあ最後に、はい、意気込みですか。はい、はい、そうですね、意気込みをお願いします。はい、3月21日、シュート後楽園ホール大会ですね、大事なうちのジムのマノベルトの防衛戦がかかってます。必ず防衛します。で、おいごさんにもセコンドついてもらうので、もしよろしければ会場へ、うん、会場が難しければアベマで放送するんで、うん、ぜひ、チェックしていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田亮チャンネルもありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ頑張って。はい、ありがとうございます。よし。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。